おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1426です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回はですね、メタルロボット魂を紹介したいと思います。で、今回のメタルロボット魂のこのキャラクターなんですけど、っていうか、このロボットなんですけど、見た目の関係で、ちょっとね、発売がいろいろ問題があったりとかね、ゲームへの登場がね、いろいろ問題があったっていうね、そういうようなものとなっております。まあ今回ね、あるスパロボに久しぶりに参戦したということで、今回のね、立体化につながったと思いますけど、見ればわかるという感じになっております。はい。それがこちら。じゃんと。はい。こちら、メタルロボット魂の、まあ、魂ウェブ商店のヒュッケバイン。こちらです。このヒュッケバインっていうのがちょっとね、いろいろ一悶着あったというやつになっております。はい。一応いつものパターンの輸送箱です。で、これ後ろをね、ぐるっと回すとわかるんですけど、こういう感じで伝票が貼られております。で、ここのところに本当はメタルロボット魂ヒュッケバインというふうに書いてあります。一応ですね、この月のものとしてましては、同じ月のものでね、頼むものがなかったということで、ヒュッケバインオンリーという形になっております。なので、複数買い、または同じね、発売月のものにまとめてあげると、こういうふうに伝票貼られることなく、綺麗にね、箱自体もスッキリしております。で、見ていただくとわかるんですけど、ここら辺ですね、ちょっと傷入ってるのわかりますかね、ちょっと線が。ここに関してはもう本当に輸送箱単体で送ってきてるんで、ガーンとぶつけたとかね、そういうことによってちょっと傷が入っておりますという感じになってます。多分中には影響がないと思うんでね、もうこれ届いてからしばらく経ってるんで、もう返品もクソもないんですけどね、一応こんな感じになってしまったということで、単品買いはかなり危険だよっていうのが分かっていただける、そういう事例になっております。はい、ということで一応こちらですね、この部分テープだけカットしてあります。ではレッツオープン。はい、輸送箱から出したのがこの状態となります。メタルロボット魂のヒュッケバイン。一応、スーパーロボット対戦 V ですね。参戦作は。一応、こういう感じになっております。で、こちらのヒュッケバインとか、このね、PTX-08R。こちらに関しては、字の部分は、箱押し見たくなってるんで、非常にキラキラしておりますね。で、金とか銀とかではなく、青っていうね、なかなか珍しい、そんな形になっております。で、こちらのヒュッケバイン。まあ、見た目はね、わかると思いますけど、ガンダムっぽいということで、スーパーロボ参戦最初にしてね、第4次とか、F とかかなまで出て、その後に実はプラモデルもちょっと出たと。ただしこのね、造形というか見た目の関係でちょっと一悶着ありましてね、その後ゲームにも出ることなく、プラモの再販も一回かかったかなぐらいでちょっと終わってしまって、しばらく間が空いたんですけど、今回こういう感じで立体化という形になっております。でさらに言うと、まあスーパーロボ対戦 V、 こちらの方への参加もしたという形になってるんで、かなり久しぶりの立体化プラス登場という感じですね。はい。で、さらに側面がこんな感じ。まあ、こうですね。こういう形となってて、さらに裏側がこうですよと。で、ここのところにヒュッケバインの説明が載ってますよと。で、こういう感じで武器を持たせることができるとかね。一応こんな感じです。で、さらに反対側がこう。で、あと、上ですね。上に関してはこうか。上がこうで、さらに下と。下はこうか。うん。箱をくるくる回しておりますけど、こんな感じになっております。はい。ではですね、早速、ここから開けていきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい。箱から出したのがこの状態となります。ヒュッケバイン本体と、こちらがブラックホールキャノンだったかな?そして公開の手食いパーツとバックパックのパーツですね。で、こちらがリープスラッシャー。で、これビームサーベルではなくロシュセイバーという形になっております。で、それのグリップという形でケースに収まっております。で、それ以外に台座ですね。こういう風にスーパーロボット対戦ですね。ウォーズのパーソナルトルーパー PTX-08R ヒュッケバイン。こういう風に載っております。で、裏のところに支柱がこういう風に収まっているという形で、ちゃんとね、台座付属の状態で入ってきているという形になっています。そして説明書の方がこういう風に、まあ、いつものパターンですね。こういう風にあって、とりあえず、ウィングのところはこうやって付けますよと。で、ウィングのところっていうよりも、サイドアーマーのところにロシュセーバーの柄の部分が入ってたんだねっていう感じですね。で、こっから取り外して、持ち手で刃をつけてあげれば、こういう風に持たせることっていうかね、展開もできますよと。で、ウィングの上の部分のハッチを開くとミサイルが入っているとかね。あと、ブラックホールキャノン展開して、こういう風にね、手持ちさせたりとか、台座。で、さらに支柱が1個ついてきてるみたいなんで、これですね、こういう風につけることができるよと。どうしてもですね、こちらのブラックホールキャノン単体を、この手首と、ここの連結パーツっていうかね、ここの3点だけだと多分、後々こう下がってくるのを抑えるためにこういう風にね、ちゃんと支柱がついてきてるのはなかなかいいかなと。で、さらにバックパックにマウントさせることができるとかね。リープスラッシャーに関しても、こちら専用ジョイントを使って付属の支柱を使うとね、宙に浮かせることができるというふうに載っております。で、上のところにセット内容ですね。ここのところに載ってますよ。
で、裏側に関してはいつも通り真っ白ですね。なので片面で全部完結しているという形になっております。はい、ということでこちらのケースでね、ここから出してパーツ一式全部ザッと準備していきたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。いつものベースといっても、こちらは先ほどお見せしたベースですね。こちらと支柱が3本で、こちらがリープスラッシャー用のジョイントパーツ。こちらに関してはディスプレイ用のジョイントですね。リアアーマー付近につけることで、まあ、支柱をね取り付けられる中間ジョイント、そんな感じですね。で、ロシュセイバーの柄と刃ですね。で、後回の手首パーツ、バックパックにつけるウイングですね。で、リープスラッシャー本体と、こちらがブラックホールキャノン、そしてキュッキュバインという風に置いてあります。で、こちらのリープスラッシャーなんですけどね、一応こちら外れるみたいなんで、これ単体で、これからまあ発射してこれをまとってまあぐるぐる回ってますよみたいな、これ2つ分離することができますよと。ただ説明書の方にはですね、これ外れるとは書いてないんで、まあ今ちょっと引っ張ったら外れたんでね、まあこういう風に一応外すことができるという風にはなってます。はい、ということで早速ですね、可動範囲いきたいと思いますんで、パーツ一式全部ざっとちょっとね寄せちゃいまして、台座も避けちゃってよっこらしょいと。はい、こちらこの状態のヒュッケバイン、これからいきたいと思います。まずこの状態でぐるり回しますね。ぐるり回すとこういう形となってます。はい、一応いろんなところにね、墨入れが軽く入ってるかなって感じですね。本当ここ入っててもいいような感じですけど、まあなんとなく軽くマーキングされてるとかね、要所要所にカラーが入ってるという感じですかね。はい、では早速可動範囲ですね、いきたいと思います。とりあえず頭部ですね、まずは左右横はこんな感じです。これサイドの部分がかなり張り出してるんでね、これ今現在だといいんですけど、背中につけたウィングですね、あちらがもうちょっと前にこう競り出してくるとかになった時に、この辺がかなり影響してきそうですね。で、こちらかなり渋いですね。うん、もうちょっとシリコンスプレーとかなんか打って動きやすくした方がジョイント破損とかしないかもしれないですね。で、根元の部分も一応こういう風にグリグリ動くんで、首自体は二重関節ですね。頭部側の可動と首の根元の可動という形になっております。で、次に腕ですね。腕はこの状態でぐるり回ります。肩アーマーはここで跳ね上げることができます。で、この肩ジョイント、これキラリ光ってるんでね、完全に金属だっていうのが分かっていただけると思います。で、水平はまあ問題なくいきますね。肩のこちらの可動もあるし、根元のグリグリがあるんでね、こういう風に上に上げることができる。腕のロール自体はここですることができて、あと肘自体は二重関節になっております。グッと曲げるとこんな感じ。ただこれもね、同じくかなり渋いんでね、あらかじめシリコンスプレー打っておいた方がいいと思います。で、手首パーツはここでグリグリで見えますかね。この時ジョイント入ってるんで、ここでのジョイント調整によってさらに動かしやすくはなっております。で、こちらの部分をまあ戻しますよと。で、バージョンアニメみたいな感じで、ここの胸部のここのところで内側にグイッとね、こう畳めるっていう、そういうギミックはないので、腕自体はここの根元のボールジョイント、さらに肩のこの引き出しですね、これによって前にこうやって出すことができるんで、まあ可動としては問題ないかなという感じですかね。はい、ただ一番気になるとやっぱり渋いっていうのがかなり気になりますね。で、腰のひねりはここでできて、前後ですね、この可動も問題なく動かすことができます。で、フロントアーマー、サイドアーマーは稼働します。リアアーマーだけ稼働しないですね。で、先ほどディスプレイ用ジョイントって持ってたやつはここですね。ここのところにちょっとへこみがあるんで、ここにパチンと入れてあげると、付属の台座と支柱でこうやって宙に浮かせるとかね、そういう風にできる溝がこの内側にあります。で、股関節のここの部分も金属同士の接続になってるんで、かなり渋いんですね。で、ここの内側のところでこうやってロールもできるんですけど、この渋いのをそのままにしておくと、後々ねじ切ったりとかね、折れたりすると大変なことになってしまうので、あまりにもきつくて動かしにくい場合は、シリコンスプレーとかね、何かした方がいいと思います。で、膝はこういう風にぐーっといって、こうやって曲がってくれます。まあ、これが限界ですかね。で、あと足首のところが一応20っぽいんですけどね、一応こういう風に動かすことができます。フロントのここも動きますし、足ですね、つま先もこういう風に伸びますよという感じです。まあ、設置性もね、そんなに悪くはないんで、ビタッと立ってくればしますと。で、上半身よりも下半身の方っていうかね、足の方がかなり重たいんで、とりあえず今のところ何もなくても立つかなという感じかな。で、関節もかなり渋いんで、最初のうちはブラックホールキャノンとかね、あれに関しては両手持ち、そのままでできると思いますが、やはりですね、劣化してくるとやっぱりプランプランになったりとかするんでね、特に金属同士の摩擦が弱くなったりとかね、滑ったりするともう全然保持できなくなってくるんで、そうなった時のために、支柱がね、ついてきてるという感じでしょうかね。で、バックパックのここですね。ここのところに、ボールジョイントっていうかね、それがありますんで、付属のウィング、これと、これですね。これそのままつけていきますよ。で、左右決まってますんで、一応これはそのまま、ここのところにパッチンと入れてあげれば OK ですね。で、これが先ほど言った通り、こうやって上にこういった時に、
こう動かすと当たったりとかすると。でこちら全体的にツヤツヤではなくちょっとマットな感じになってるんでね、一回ギッて傷つけてしまうとその傷はもうね目立ってしまう要因となってしまうんで、そこだけちょっと注意ですよと。で反対も同じようにこちらのところねパチンとつけてあげまして、こういう風にするとこれでヒュッケバイン取れず基本が出来上がりますよと。でこちらヒュッケバイン盾とかねビームライフルとかないので、まあ、これで本当に完成と。でさらに言うならばサイドアーマーですね、こちらの内側のところにサーベルっていうかロッシュセーバーですね、そちらのグリップを格納することができると。で入れるときにはこちらの太い部分ですね、これが内側っていうかねここになるようにこういう風にパチパチっと入ってくれると。これに関してはかなりいい感じですね。差し込むピンでスポッと入れるだけではないので、内側のところでパッチンってかかる感じになってるんで、かなり気持ちよく入ってくれます。これによって簡単にこう振っても全然落ちてこないっていうね、こういうような強い保持力になっております。はい。で、こちらのウィングの話なんですけど、説明書の方にも載ってますけど、ここの下のパネルがこうやって動きますよ。で、さらにここの部分をこうやって引っ張り上げると、この白い部分の可動を見てくださいね。こう、せり出すような感じになってギュッとこう出てくるんで、こういう部分はかなり面白いですね。うん。で、こうするとちょっとボディ側に寄ってしまうので、ここのところをこういう風に倒すと、ここの隙間を開けることができると。で、さらにこちらのね、根元のボールでこういう風に開きとかのこの角度調整もできるんで、これはなかなかいいギミックですね。うん。これ面白いです。さらに上の部分ですね。ここの部分も一応二重関節になってて、これをグイッとね、開いてあげると中にこういう風にミサイルが格納されてるよと。で、先ほど言った通りこちらの部分をグッとね、寄せてしまって、横向けたりとかね、あとこちらの部分がこう上がったりしてると、この、ここの部分に、ね、当たって傷つけたりとか、こちらの先端かけたりする可能性があるんで、動かすときには一応慎重にゆっくり動かすという風にした方がいいと思います。一応こんな感じですかね。で、先ほどね、サイドアーマーに取り付けたロッシュセーバーの絵、これをこっからなんとかして引っこ抜いてあげて、こちらの絵の部分をですね、持たせて、ロッシュセーバーの刃をつけていきたいと思います。一応手持ちの武器用の手首っていうのが一応2つありましてね、こういう風にありますけど、こちらの親指がこう立ってるんですね。これがロッシュセーバー用。これがブラックホールキャノン用になってますね。一応それを間違えてつけないようにしようという感じですね。で、ここから取ってあげて、ここのところにこの手首パーツをプチンと。そして、ここのところに強引にいつもとね、ズボズボっと入れてあげて、で、最終的にここのところにロッシュセーバーの刃をつけてあげると、こういう風に展開ができますよと。うん。このね、薄いこのピンクっていうのもこれもなかなかいい感じのカラーですね。うん。ヒュッケバイン感が出ていい感じになっております。で、この状態だとちょっとね、こう安定感が悪いということで、まあ、ここのところですね、先ほど言った通り、ここにディスプレイ用のこのパーツをここに必ず入れる必要性がありますよと。で、それ以外に、バックパックの底の部分ですね、ここのところにもジョイント用の穴がありますんで、まあ、これでね、どちらかを使って付属の台座の方に取り付けることができますよと。で、ここのところに、一応こちらですね、こちらの可動ジョイントをこれをブスッと差し込んであげて、ここに取り付けてあげれば、このように浮かせることができますよと。はい。まあ、こうでもいいですし、先ほど言った通り、これのバックパックのここですね、こうつけてもいいんですけど、これだとですね、ちょっと近くなりすぎるんで、必ず中間の延長パーツみたいな、これをここに一回挟まなきゃいけないっていう感じかな。こうして角度変えて、ここにつけてあげるっていう方式になってくると思うんで、地面にこう、ドンと立たせるときには、この方式の方がいいと思います。これガチガチってやって、さらに曲げてあげてってやると、立つことができると。ただ、こうすると、ここのところで当たったりとかするんでね。まあ、簡単に言うなら、ここの方が一番いいかなと思いますけどね。ここの股関節のところというかね、この腰っていうか、ここのところにつけてあげた方が、まあ、一番簡単にいけるかなと。ただ、ちょっと宙に浮いちゃう関係で、こういう風に、グラグラした時にね、こう、ブランブランしちゃうんで、これがちょっと気になるかもしれないですけど、こういう風に浮かせることができますよと。で、さらにこちらですね。穴が全部であと、1、2、3箇所あるんで、これの蓋ですね。これを抜いてあげて、こちらのところに付属の支柱がもう一本ありますんで、それをここにつけてあげますよ。で、こういうふうに、まあ、とりあえず今適当に角度つけましたけど、これの先端部分にもう一つあるこちらのジョイントパーツですね。これをここに差し込みますよと。で、こちらの小型になっているここのところに付属のリープサッシャー。これをこういうふうにね、内側からパチンとかけてあげると、このように浮かすことができると。なので、ヒュッケバインと一緒にこういうふうにね、ポーズ取らせることもできますし、今普通にね、ロッシュセーバー持ってグーですけど、あと平手とかね、こういう風に手首パーツがあるんで、それと組み合わせてあげると、射出状態とかね、そういう風にかっこよく決めることができると。で、最初発射した時からこのね、青のエフェクトはないので、これを外してあげて、こういう風に行ってからこれができたっていうね、そういう風に
展開とかで発動状態、それもちゃんと再現することができるという形になっております。で、こちらのジョイントですね、これに関しては穴がねちゃんと貫通しておりますね。逆にこうでもいいですし、こうでもいいですし見たくなってるんで、まあ取り付け方は一応自由に行うことができるという形になっております。そしてこちらのバックパックの話をちょっとしてなかったんですけど、こちらカバーですね、ここのところバカッと開くんで、こういう風に開けてあげるとこういう風に展開しまして、ここのところにブラックホールキャノン、こちらですね、これをマウントすることができますよと。で、これ取り付けるときにはこちらのジョイントをグッとね広げてあげて、こちらとこちら、この2箇所どっちかでつけることができるよと。まあこういう風につけることもできますし、先ほど元から出てるこっちですね、これでつけることもできますよと。その際これを展開しておくとつけられないので、下の部分を使うときのみこう展開して差し込むと。で、そのままつけるときにはこれをねそのままブスッと差し込んであげれば、バックパックにこういう風にマウントさせることがこういう風にできますよと。こういう風に取り付けられますと。はい、ではですね、最後にこちらブラックホールキャノンをつけていきたいと思いますが、まずブラックホールキャノンをつける前に、こちらのねヒュッケバインの方のまず段取りの一つとしまして、こちらのフロントアーマーですね、ここの部分の中央部分を開けなきゃいけないよと。一応なんか説明書の方でこういう風に開けて、こういう風にやらなきゃいけないよと。で、こういう風に展開してあと閉じますよってなってますけど、多分慣れてくるとここの状態で そのままねグッと下げれるんでね、こういう風にわざわざフロントのこの左右、これをわざわざ一回上に跳ね上げる必要性はないと思います。で、こういう風に展開することによってここのところに接続用の穴ができるわけですね。で、この接続の穴のところに何をつけるかというと、こちらのブラックホールキャノンの先ほどちょっと展開しました、これが最終的に乗っかりますよと。で、この状態で乗っけて終わりではなく、こちらのグリップ、これをね展開しなきゃいけないんですけど、ちょっとその前にこれが起きてたんでね、本来はこれがまあこれですね、これがブラックホールキャノンの展開前で、こちらのグリップを起こしてこれをこうしましたと。で、ここの部分を引っ張れば来るんですけど、両方同時にせーのと引っ張るとこういう風に来ますよと。実はこちら連動してるんで片方だけ引っ張ればいいんですけど、そうするとどっちかのねパーツに負担がかかって、ここでリングの部分がねパキッと割れるとどうにもならなくなってしまうので、一応同時に引っ張るようにした方がいいと思います。そうするとこういう風に伸びますんで、これを左右にこういう風に展開して、あとグリップをこういう風に起こしてあげると、こういう風に変形が完了すると。で、あとこちらのところに持ち手パーツをつけて、で、最終的にここのパーツでブスリと差し込んであげると、ここで持つことができるという形になっておりますので、持たせた状態ですね、それをちょっとやってしまいたいと思います。はい、取り付けの方が完了しました。一応こういう風にですね、支えてるポイントとしましては、こちらのセンターの部分と手首パーツ、一応これだけでも保持できるんですけど、サポートのこちらを入れておいた方がね、これがちょっと下がったりとか、あとこう振った時のグラグラですね、これによってちょっと外れやすかったりとか崩れたりする可能性があるんで、一応そちらをね押さえるために支柱を入れております。まあ、こんな感じでバチッとね決めることができますよと。で、こちらのグリップですね、これがですねやっぱり根元の部分で一応2箇所1、2と根元の部分と、あと手首パーツ、これによって構えやすくはなっております。ただボディにかなりこう接近してくっついてる関係で、肘がちょっとね奥の方にこうギュッと曲がったりとかね、その辺がちょっと気になるポイントになってくるんですけど、まあ保持としてはしっかりしてるからいいかなと。ただあらかじめ肘の関節ですね、これもうちょっと緩くしておかないとかなりやりにくいですね。私がやったのはこちらのブラックホールキャノンの方に手首パーツをつけて、まず1点ここをつけますよと。で、それからここのところにパチンと入れるんですけど、その時のここの調整ですね、これがうまくいかないと手首ジョイントがプルンと逃げたりとかね、あとはなかなかはまらない、それによってこの肘壊したりとか傷つけたりとかね、先ほども言った通りこちらのところはツヤツヤのねプラパーツではなくちょっとマット仕様になってるんで、そこのところにぶつけてギッてなったりとか、全体的にバタンと崩れてアンテナパーツ折ってしまうとかね、そういうちょっと危険なポイントになってきそうなので、きついと感じる部分ですね、首とか肘とかね、あと股関節周りとか、気になるポイントはあらかじめ対処しておいた方がいいと思います。まあ造形としては悪くないと思います。うん、いいんじゃないですかね。はい、一応こんな感じで仕上がっております。今回のヒュッケバインに関しては特に不満に感じる部分はまあ全く持ってないんじゃないかなと思いましたね。まあ一応販売方法としては魂ウェブ商店の受注ということで、入手がちょっと困難かなと思われるぐらいで、稼働とかね造形、こういう風に武器関係、リープスラッシャーのお話もそうですし、ロッシュセーバーのね、この刃の部分も、使わなければ床にポンと投げていくんではなく、ちゃんとね、このサイドアーマーの内側に格納できるとか、ミサイルコンテナのここのところでハッチオープンとかね、このウィングのここのところの展開とか、
で、全体的な造形、マーキングとかね、あとブラックホールキャノンの持たせ方、こういう部分に関してもかなり良かったんじゃないかなと。あとは箱から出した段階でも結構ちょうどいい感じの関節の具合になってて、あとはガシガシ遊ぶだけみたいなね、そういう風になっててくれればより良かったって感じはしますが、これはこれで、うん、全然問題なく素晴らしかったと思います。まあヒュッケバイン自体がね、こういう形でかなりの久しぶりの登場になったんでね、かなり良かったと思います。あとはまあメタルロボット魂でもいいですし、何かしらのね方法でグルンガストの方もね、今度は完全変形みたいなやつで、まあメタルロボット魂で出るとすると相当高い値段にはなりそうですけど、やっぱりねヒュッケバインが出たんだったらやっぱりグルンガストの方もちょっと欲しいかなというふうにちょっと思いましたね。はい、ということで今回はですね、メタルロボット魂のヒュッケバイン、こちらの方を紹介していきました。はい、ということで次回ですね、と言いますか次回からですね、今回のヒュッケバインがこういう形でね、メタルロボット魂としてかなり久しぶりの登場したということで、別メーカーでプラモデルが出ておりましたので、そちらのヒュッケバイン、ヒュッケバインマーク2、ヒュッケバインマーク3ということで、次回からちょっと組み立て済みのプラモデルになってしまいますけど、3回ヒュッケバインに関するプラモデル、こちらの方でちょっと紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。